みなさんこんにちは、ももです。今日ですね、もうめっちゃくちゃ可愛い秋服をゲットしたので、ちょっとぜひ皆さんにもね紹介したいなと思って今日動画を撮ってます。前回ね、ディーホリックで秋服の購入品の動画アップしたかと思うんですけど、またテイストがねガラッと変わりますね。今回は今日紹介するファッション通販サイトはじゃん、オートロっていう名前の韓国のファッション通販サイトです。皆さんはオートロっていうこちらのファッション通販サイトをご存知ですか？私は結構前から知ってはいたんですけど、欲しい欲しいと思いながら全然買ってなくって、でもう今回めっちゃ可愛い服があったので、あもうこの機会に買おうと思って、はい、買いました洋服を。このねオートロっていうファッション通販サイトは韓国から直接仕入れた、シンプルですごいユニークなアイテムを揃えたオンラインショップということで、このねオートロのブランドを立ち上げた方が日本人の方なので、すごいねめちゃくちゃセンスがある方で、なんかこのオートロに出ている洋服がすごくシンプルなんですけど、めちゃめちゃ個性的ですっごいおしゃれな洋服がたくさんあるので、下の概要欄の方にも URL を貼っておくので、よかったらねぜひチェックしてみてください。めっちゃおしゃれで可愛い洋服がたくさんあります。まあ、その中で私は今回2点購入しました。そう、早速ね今着ているこちらの洋服から紹介したいと思います。この洋服もね、見つけた時絶対買おうと決めていたもので、そうこちらの洋服がカラーが2色あって、アイボリーとブラックあります。でサイズはねフリーサイズです。でお値段が8290円でした。こちらのワンピースは体のラインがねすごいスラッとして見えるっていうか、そうラインがね綺麗に見えるワンピースで、ちょっとね下の方はタイトめですね。で腕の部分がねちょっとパフスリーブみたいな感じになっていて、首元もねちょっとこうなんていうんですかね、チャイナ服っぽい雰囲気のワンピースです。最初私チャイナ服なのかなって思ったんですけど、柄もちょっとそうっぽく見えるじゃないですか。でもね柄もなんかちょっとこう独特で、なんて言えばいいんだろう、この柄は色はね白黒なんですけど、こうお花の柄とかが、描いてあるワンピースで、で生地がねすっごいいい、なんかこう着た感じも中の裏の生地がすごいね、なんだろう、スベスベっていうか、めちゃくちゃこれ着心地がすっごいいいです。で半袖なのでこれからの季節どうかなと思ったりもしたんですけど、これにねアウターをちょっとこう羽織ったりとかして、でモデルさんがね黒のブーツと合わせてコーデを組んでいて、その組み合わせもねすっごい可愛いなと思って、それもねちょっと真似したいなと思ってこちらのねワンピを買いました。ブラックと白を買うか私すっごい迷ったんですけど、なんかこう白の方が明るい雰囲気に見えるかなと思って、白の方を選びました。なのでアウターはもう黒とかで、決めようかなと、思ってます。これ腕のところがねパフスリーブになっているので、二の腕もこうなんだろう隠してくれるような感じで、本当にね私体型全然自信がないんですけど、体のラインをめっちゃこう綺麗に見せてくれるのですごい気に入っています。であとねウエストのところも紐があるので、キュッとこう縛るとよりね体のラインが出てこう綺麗に見えますね。ウエストがしっかり出てくれる感じの、はい、ワンピースです。どうですかね、私このワンピを見た時に赤リップと合わせて着たいなと思って、今日今赤リップをつけているんですけど、これすっごい可愛い。私ちょっと結構チャイナテイストの服が昔から好きなので、こういうチャイナ服っぽい感じの見た目のワンピースだったので、すごいこれは一目惚れで、実際着心地もめちゃくちゃ良かったので、これ買って良かったなって思ってます。すごい個性的だし、誰ともなんかあんまり被らなさそうなデザインだし、これはすっごい可愛い、めっちゃ気に入ってます。そして次に購入したのがじゃーん、またまたワンピースを購入しました。すごいちょっとこれもね可愛いなと思ってゲットしてきました。とこちらのワンピースはカラーがカーキとブラックがあって、今ねブラックの方が売り切れって書いてありますね。でサイズもフリーサイズですね。で価格が8990円です。
こちらのワンピース見た目がなんかすごくアンティークっぽい感じのワンピースで、色味もなんだろう、すっごい絶妙っていうか、色のね感じも私すごく気に入っていて、結構クラシカルな感じに着こなせるワンピースかなと思います。で、あと腕の部分がね少しシースルーみたいな感じになっているのと、あとフリフリがね少しこうついているので、ちょっと甘めな感じでも着れるかなと思って、実はこれで確かね去年も販売されてたかなと思って、私去年ねこれ買おうか迷ってたんですよね。でもう売り切れてて買うタイミングを見失ってしまって、そしたらねまた今年も販売されてあって、いやこれ絶対買おうと思って、これもね一緒に購入しました。これもね実際着てみるとすっごい体のラインもめちゃくちゃ綺麗に見せてくれるし、腕のところもちょっとこうシースルっていうのもポイントかなと思います。こんな感じでねこう透けてる感じですね、こう通販あるある、韓国のファッション通販あるあるなんですけど、こう糸がこうほつれてたりとか、意外と作りが甘かったりするものもあったりするんですけど、オートロの服は全然そんなことなくて、本当に作りもしっかりしていて、形のラインも綺麗な洋服が多いなっていう私はイメージです。これもね1枚で着てもいいし、まあ、ブラウン、ブラック、キャメル色のコートと合わせてもすごく相性が良さそうだなと思って、うん、これもすごい気に入っています。まあ、秋冬に着るワンピースって上からねコートを羽織れば全然冬でも着れちゃうし、であとは上からねこう短めの丈の短いニットとかを重ねて着てもすごい意外とねこういうワンピースって着回しがすごくできるので、私も秋冬は結構ワンピースをこういろいろ買って着回しをすることが多いんですけど、これもね着回しいろいろできそうだなと思って買いました。まあ、今回私はオートロでワンピースを購入したんですけど、トップスもね可愛いなったし、あとねブーツもすっごい可愛いのがありました。お値段はねそこまで安くはないんですけど、すごく作りもしっかりしているし形も綺麗で、ではまあシンプルだけど少し個性的な洋服とかが結構いろいろあるので、気になる方はねぜひサイトの方もチェックしてみてください。はい、というわけで、今回ね2着しか購入しなかったんですけど、ちょっと値段もね高かったのでそんなにたくさんは買えなかったんですけど、これねめちゃめちゃ可愛いなと思ったので皆さんにシェアしたいなと思って、今回紹介しました。少しでもね参考になれば嬉しいです。はい、というわけでこの動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.